はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、ポイント解説、労働基準法、強制貯金、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。このポイント解説労働基準法は、社労士の受験生の方はもちろん、各種公務員試験などで労働基準法を勉強するすべての人のために、労働基準法をテーマごとに区切って毎回すっきりとポイント解説しています。今回は強制貯金をテーマにお話をします。強制貯金、結構ボリュームのある規定で、これ試験でも結構よく出るね、重要なテーマということになっていきますね。あと、このポイント解説労働基準法は、上にもあります通りですね、毎回講義で使用しているレジュメがですね、一発合格テレビのサイトの方からダウンロードできるようにしていますから、ご興味のある方はですね、この動画の概要欄から一発合格テレビのサイトの方に飛んでいただければと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね、まずは1点目、強制貯金から。強制貯金とは何かというところですね、一番重要なところということになります。条文ではですね、18条1項に書いてあるんですけど、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約のこと、これを強制貯金と言います。労働条件に貯金することが前提のね、契約ということになりますかね。で、この労働契約に付随してという言い方、もちろん社労士試験では選択式なんかでもね、狙われるキーワードだと思いますが、具体的にはですね、労働契約の締結または存続の条件とすることということになりますから、まあ、存続の条件でもダメ、つまり強制貯金しないと労働契約続けられないよみたいなね、ところももちろんダメということになります。例えば試験ではですね、労働者の意思に反しても加入せざるを得ない退職積立金制度、名前はどうあれですね、強制的に給与が全額払われずに貯金させられてしまう、そういった制度、これを強制貯金というふうに言うということになりますね。その下にあります強制貯金というのは、重要なところ、全面的に禁止、絶対に禁止なんですね。やっぱり昔はですね、労働者の足止め策として広く使われていたところがあるんでしょうね。今はどんな場合でも絶対禁止というところ、まずしっかりと押さえておいてくださいね。1点目は以上です。はい、それではね、2点目見ていきたいと思いますね。任意貯蓄とは、この後ですね、18条の2項以降で任意貯蓄の規定が書いてありますよね。任意貯蓄の規定は一定の規制のもとに認められています。任意貯蓄とは何か、条文上の言葉でしっかり押さえておいてくださいね。労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理すること、委託を受けて管理することが任意貯蓄なんだというところ、しっかり押さえておいてください。で、この任意貯蓄はその下にあります通り2つあるんですよね。この2つでですね、今から整理していきますけど、同じ点と違う点っていうのをパッとね、言えるようにしていく必要があります。この任意貯蓄の2つの点っていうのは、まず左側、社内預金、使用者が労働者の預金を受け入れて自ら管理する、いわゆる給与を天引きしてですね、会社がプールしていく、貯金していくという制度ですね。はい、まあ、これが一般的かなと思いますけど、右側、通帳保管というのもあるみたいですね。使用者が受け入れた労働者の預金を、労働者個人ごとの名義で銀行その他金融機関に預け入れし、その通帳印鑑を保管するということになりますから、通帳の印鑑、会社が預かっておく、まあ、すぐ使えないようにするということでしょうかね。そういった制度ということになります。この2つがね、任意貯蓄ということですから、この2つしっかりとね、常に意識する必要があって、先ほども言いましたように、一定の規制のもとに認められる、その規制がどんな規制だったのかいうのがね、きちっと抑えられる必要があると思いますね。2点目は以上です。はい、それではね、3点目見ていきたいと思います。まずはこの社内預金と通帳保管、任意貯蓄の共通点見ていきたいと思いますね。社内預金と通帳保管、どちらもですね、最初にある通り、貯蓄金管理協定という名の労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。労働基準法を最初から勉強すると、最初に出てくる労使協定と言ってもいいでしょうか。で、労使協定の中でも特別な労使協定なんかは名前がついてたりしますね。で、特にこのね、任意貯蓄の労使協定のことを貯蓄金管理協定と言いますから、知っておいてください。労使協定は届け出をするかしないか、全部ね、きちっと押さえておく必要があると思いますが、この貯蓄金管理協定は必ず届け出が必要です。で、その下に書いてあることはあんまり意識しなくていいと思います。貯蓄金管理協定で社内預金と通帳保管で何を定めるかっていうことなんですけどね。社内預金では結構しっかり決まっています。ただ、ここをね、正確に押さえておく必要はないと思いますね。で、通帳保管は特に定めがありませんからね。
とにかく貯蓄金管理協定の届け出は絶対必要ということになります。でその下丸の2、貯蓄金管理規定を定め労働者に周知義務があります。これも社内預金と通帳保管共通点ということですね。労使協定っていうのは法律的に難しいことが書いて、法律言葉で書いてありますが、分かりやすくですね、その従業員、社員の人が任意貯蓄の制度をね、知ってもらう。そのためのね、まとめたもの。これが貯蓄金管理規定だと思ってもらっていいと思いますが、これは労働者に周知させなければなりません。貯蓄金管理規定は届け出いらないですからね。しっかりと押さえておきます。でこの貯蓄金管理規定の定めの中身もですね、社内預金の場合は特にないんですが、通帳保管の場合はそこに書いてあるもの、これを定めましょう。常識的なところで、これも特にね、しっかりと覚えておく必要はないかなというふうには思います。で最後、共通点3つ目、労働者からの返還請求があれば遅滞なく返還すること。社内預金も通帳保管も労働者のお金を会社が預かっているようなもんですからね、労働者が返してくださいって言えば、これは遅滞なく返還しないといけないということになりますね。この3つが社内預金と通帳保管の共通点ということで認識していただければと思います。3点目は以上です。はい、それではね、4点目です。今度は社内預金と通帳保管の相違点、こちらの方が重要と思っていただいていいと思いますね。2つあります。まず1つ目、年5厘以上の利子をつけること。これはですね、条文に書いてあるんですけど、年5厘、これで覚えてもらっていいと思いますが、0.5% 以上ということになると思いますね。これは当然ですね、社内預金の場合だけということになります。このね、社内預金の場合だけの時の言葉の使い方、条文で必ず確認をしてくださいね。預金の預け入れをするときは、みたいな形で書いてありますからね。それが社内預金を示しています。これで年5厘。通帳保管の場合は当然年5厘以上の利子をつけるという話は当然ないですよね。だってそれは銀行がね、利子をつけるわけですから、会社がつけるわけじゃない。会社が現金そのものを預かっているわけではないですからね。あともう一つあります。これも押さえておいてください。社内預金の方だけ毎年3月31日以前1年間における預金の管理状況を4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告をすること。これは社内預金の方だけ。社内預金の場合は労働者のお金を会社が直接預かってますからね、ちゃんとね、計算通りのものが保管されているかどうか、そういったのを年1回チェックする、そんなイメージしてもらっていいと思います。通帳保管はいいですよね。通帳保管は銀行に預かってるわけですからね、その預金管理状況報告もいらないということです。ですから年5厘以上の利子をつけるのと預金管理状況報告、社内預金の場合だけ必要なんですね。相違点2つ、しっかりとポンポンと出てくるようにね、しておいていただければと思います。4点目は以上です。はい、それではね、5点目見ていきたいと思います。貯蓄金中止命令、必ず強制貯金の場合はここまで手が届くようにしておいてくださいね。労働基準法の中でこの命令が出されるというのは本当に少ないんです。だいたい通常ね、助言とか指導とか勧告といった行政指導が多いですから、この命令の規定は特にですね、しっかりと押さえておく必要があって、やっぱ命令というのは必ず法律の委任に基づきますから、法律の条件、つまり要件ですね、これを正確に押さえておくということが重要です。その図のところご覧ください。2つ条件が大きくありますね。丸1、使用者が貯蓄金の返還の規定に違反した場合、この返還の規定というのは先ほど社内預金も通帳保管も労働者が返還してくれって言ったら遅滞なく返還しないといけない、あの規定に違反した場合ということですね。で丸の2、行政官庁が貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるとき、こういった場合に行政官庁、労働基準監督署長が中止命令が出せる。しかも必要な限度の範囲で貯蓄金管理の中止命令が出せるということになります。まずここにしっかりと押さえておいてくださいね。よくね、ここ引っ掛け問題とかで出るのは、例えば任意貯蓄労使協定を締結し届け出をしないといけませんが、それをしていない、つまりそういう手続きのね、法違反があった時にすぐですね、この中止命令が出されるみたいなね、問題出されることありますが、そういうことはありません。必ずですね、読んでもらって分かった通りの、労働者が返還請求が起こってないところでこれ中止命令出されることはないですからね。返還請求があってその返還をしないという事実があり、それが労働者の利益を著しく害すると認められる、こういった判断があった時に初めて必要な限度で中止命令が出せると言ってますから、ここは正確に押さえておいてください。でこの必要な限度の範囲でっていう言い方ですけど、これはですね、金額の問題ではありません。例えば100万円の中の50万円だけ中止とかね、そういう話ではなくて人の話だと思ってください。
ある事業所でその返還請求があって、その返還されないというね、そういった問題があった時に、会社全体ではなくてその事業所だけ、例えば任意貯蓄中止とか人の範囲なんだというところもね、正確に押さえておいていただければと思います。この中止命令が出されたらもう中止ですから、これ絶対聞かないといけませんから、その後遅滞なく返還しないといけないと、任意貯蓄そこは終わりということになるわけですね。これしっかりと押さえておいてください。それが必要な限度の範囲内でというところが下のところにね書いてあります。ここの労働者の貯蓄金の一部について中止をね命ずるものではないと、必要な範囲の意味しっかりと掴んでおいていただければと思います。ということで今回は強制貯金をねポイント解説していきました。私がね言ったところが大きなポイントになってきますから、しっかりとですね条文のね言い方をね踏まえて押さえていただければと思います。今回は以上です。